稽古物運送業を展開しております合同会社おもてなし便の新年生です。今こちらの動画でですね、私の自己紹介というテーマで、シリーズをお送りしております。今回もよろしくお願いいたします。はい、ということで、前回私が23歳の時に、母親が亡くなったというお話をしました。でですね、まあ、生まれて育って、まあ、ずっと、東京都港区、芝、まあ、いわゆる三田というところにいたんですけども、まあ、この母親が亡くなったことがですね、まあ、一つのきっかけって言い方変ですけども、まあ、引っ越す一つのですね、なんかきっかけになった、ということがありました。ということでこの続きはまた、この動画でお伝えしたいと思います。どうもありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。